こんばんばは、かずやです。今日は朝から大阪に行っていました。それで日本ジャーナルという番組に出て、まあ終わるのが12時だったんですよ。まあせっかく大阪行ったんで、あの観光でもして帰ろうかなと思いまして、もうベタなんですけど、大阪城公園に今日は行ってきましたよ。まあベタといってもね、正直全然行ったことってなくて、1回しか行ったことないんじゃないかなと、しかもだいぶ昔なので、まあ久しぶりに今回行ってみたんですけど、まあやっぱりね、 外国人観光客が多い。なんならもう日本語聞こえないレベルで、あの、外国人の方たくさんいらっしゃったなというふうに思うんですけど、もうそれこそもう国も様々ですよね。アジア系も、まあなんか欧米系もいるし、広いわ、ほんと。観光も盛り上がってるようで何よりですね。で、あの、新幹線、まあその新大阪に行ってですね、あの、帰る前に粉もんを食べて、今日はフィニッシュでした。最高でしたね。今日あの、新幹線、あの朝は新横浜から乗って、 で、あのまあ、大阪行って、えー、で帰りは新大阪から東京を経由して宇都宮までもう相当ねあの乗ってたじゃないですかだからちょっとね僕あの今ちょっと二郎を患ってるんですけど。 ちょっとなんか汗もみたいな感じになってるっていうのがちょっと辛いですね。また来月も大阪に行くと思いますので、なんかあの、観光とかでね、おすすめのスポットがあったらぜひ教えていただきたいなと思います。ということで、前置きはこれぐらいにしておきたいと思うんですが、本題はもう今日はこれしかないですよね。ルミックスから S9 が正式に発表されました。大体いいリーク通りのスペックでしたよね。フルサイズなのに、かなりの小型軽量。で、重さは 500g を 切っていますこれは素晴らしいと思いますねさらにカラーバリエーションがありますので個性出したい人にも朗報と言っていいんじゃないでしょうかまあ、ちょっとその,そのカラーだったらちょっとお金かかるっちゃかかるんですけどまあねそのカスタマイズできるかできないかっていうその選択肢があるのは大きいですよデザイン的にもねいや個人的には結構あのかっこいいなと思うところであのルミックスっていうとちょっと失礼なかもしれないですけど あのもっさりとしたデザインでしたよね。フルサイズの S シリーズになってから、やっぱちょっとでかくて、うん、重いし、まあ、性能はいいんですけどね。だから、あれ多分あんま売れてなかったんでしょうね。結構その、最初え、出た時から比べると、もう値段の落ちっぷりが半端なくて、それこそもうプロ用途とかでも使えるような、S1H っていう、あの、めちゃくちゃでかい動画用のカメラがあるんですけど、あれ今もう中古で、並品とかだったら20万円ちょっとぐらいで、 変えちゃうので、これ割とあの YouTube 用カメラとして狙い目なんじゃないかなとすら思ってしまいますよ。固定カメラとかね、そういう用途で考えるともう全然あの重くても関係ないですし、まあ、ちょっとね、話がそれてしまいましたけど、あの、ついに軽くてかっこいいカメラがルミックスから出てきました。見た目がかっこいい、そしてカラーバリエーションで言うと、ニコンの ZF なんかもそうですよね。あれも人気なんですよ。ZF はクラシカルなデザインに、まあ、カラーバリエーションもあって、えー、とても売れてるということなんですが、 ただこれもねちょっと重いんですよね。S9 ってコンセプト的には富士フィルムとかに近いかもしれませんよね。S9 では取っ手出しの映像や写真が強化されているようです。やっぱ写真にしろ動画にしろ色味って重要じゃないですか。で、その設定がもうアプリも新しくなったんでもうパソコンなくてもえそのカメラとスマホでかなりの部分調整できちゃうと。だから結構その現代的なもので言うとそのタイパーをその追求してるのかなというふうには思いましたよね。 で、あの、まあ、言うまでもないかもしれないですけど、この S9 っていうのは、そのカメラ大好きおじさんのためのカメラではない。やっぱりね、もう長年写真撮ってる方で、あの、カメラ慣れしてる人っていうのは、やっぱ欠点がね、こう目についてしまうわけですよ。あれがついてないとかね、こういう機能がないのかとか、あの、こういう制限があるのかとか、やっぱそういう面がね、すごい気になっちゃうと思うんですよ。ただこの S9 って、 まあなんていうかちょっと若い世代というか、そのスマホ世代のためのカメラなのかなというふうに思うんですよね。で、いろいろ口コミ見てますと、あのファインダー、まあ、EVF が付いてないことを批判するコメント結構あったんですけど、あの普段スマホで写真撮ることに慣れてしまってる人からすると、まあ、なくてもいいっちゃいいんですよね。僕も EVF ついていないニコンの Z30 っていうカメラ使ってるんですけど、 ま正直ね、そんな困ったことはないっすよ。あったらあってでいいなと思いますけど、まあ、なくても支障はないっていう。デカおものカメラを持って、もうじっくり構造を決めて撮って、で、じっくりもうライトルームとかね、なんかそういうので編集してっていうよりも、あの、パッと撮って、えー、パッと SNS にアップするっていうのが、 ま、S9 なのかなと思います。パッと撮るんだけど、やっぱフルサイズのセンサー使ってますからね。そこはやっぱスマホとはだいぶ写真が違うのかなと思います。本当にね、この S9 は明確に差別化をしてきたなというふうに個人的には思うんですよね。S9 の欠点として動画の連続撮影時間の問題もあると思います。6K も撮れるんですが10分まで。4K だと15分までっていう制限があります。ですから YouTuber からすると、まあ、困るし、あの、メイン機としては使えないなって。 っていうのが率直なところだと思うんですけど。まあしかしこれもね、差別化ですよ。今時代としてはショート動画がかなり流行ってますよね。TikTok だったりとか YouTube ショートだったりとか。TikTok とかね、あれもう数秒とか数十秒の世界ですよ。で、そういうものをパッと撮る、えー、カメラとして考えるんだったら、まあ15分の制限でね、十分すぎるでしょ。というかね、もうそういう用途で使ってねっていう、 あのルミックスのメッセージだと思いますよそれ以上動画回したい人はもう s 5 m a r k II とか、まあ、さっきちょっと触れましたけど S1H とか、まあ、そういうカメラを買ったらいいと思いますしあの今回 S9 が出たことで選択肢が増えたというのは非常にいいことだと思いますね他社のライバルと比べたらどうでしょうね小型軽量の同系統でいうと SIGMA の FP というカメラがありますよね、まあ、あれはその手ぶれ補正ついてないんですが S9 には これ手ブレ補正ついてるんですよですからある程度暗いところでシャッタースピードが落ちるような形での撮影もバリバリいけると思いますしやっぱその動画もねやっぱ手ブレ補正ついているからこそいいですよね僕が今使ってるニコンの Z30 も あの動画もねやっぱ強い機種ではあるんですけど本体に手ブレ補正入ってないっていうのがちょっとまあ残念っぽいまあその小型軽量だからしょうがないんですけどあのレンズ側でその辺は処理するっていうまあ電子補正は本体でできるけどなんかこう振った時にグニャってなるんですよねだから本体にその手ぶれ補正を入れてきたっていうのはこの小型軽量でいやすごいですよねだから SIGMAFP も小型軽量で、まあ、軽さで言うとそっちの方が軽いのかな えなんだけど、やっぱりその、そこでちょっとやっぱ選択肢として分かれてきますよね。さらに小型軽量で言うと、まあソニーも出してますよね。α7C2 とか、えー、ZVE1 とかも、えー、ライバルになってくると思います。正直ね、総合力で言うと、まあソニーの方が上なのかなって思ってしまうところもあるんですが、ただデザインでは僕は S9 の勝ちだと思うんですよ。あとコスパね。 S9 はタイパーだけじゃなくてコスパも追求してるんですよ。今のカメラね、あの安くはないんですよ、決して。なんだけど、これ S9 は、ね、他社と比べるとお安いのかなというふうに思うところで、まあ、本体価格は、まあ、まだその予約開始してないんで正式にまあいくらって出てるわけじゃないんですけど、だいたい20万円くらいな、その本体のみで20万円くらいなのかなって言われていまして、しかもキャンペーンがあるんですよね。 新発売の 26mmF8 っていう、あの、すっごい薄いパンケーキレンズが、まあ、これも新しく出るんですけど、なんとですね、ついてくるんですね。ついてくるっていうか、まあ、なんかその、買って、応募したら届くっていう感じなのかな。まあ、ともかく、あの、1、1枚じゃない。<laughs> その、パンケーキだから、なんか1枚って言っちゃいましたけど、あの、1つレンズが、 あの、もらえるわけですよ。これはいいですよね。だから、とりあえず、その本体買って、キャンペーンに申し込んで、その F8 の、その 26mmF8 のレンズを、まあ手に入れるだけでも撮影できちゃいますし、まあでも F8 だから夜とかは厳しいのかなとは思いますけどね。日中のもうパッとこうスナップ撮るっていう感じであれば、結構いいんじゃないでしょうか。あと、まだこれからね、その多分発売するものとして、小型軽量の 1840mm っていうレンズも出るようですね。 やっぱね、ルミックスってね、その 20mm、60mm のレンズといい、ユーザーのニーズを結構考慮してると思うんですよ。ユーザーっていうか、この YouTuber 向けというかね、その動画制作者向けな画角を結構出してるのかなと思うんですよね。ただ、なんでこれまで振るわなかったのかなっていうと、やっぱ本体だと思うんですよ。本体別に悪くないんですけど、やっぱちょっとこう重かったり、でかかったり、まあそれは放熱性能とかそういうのを多分考慮してるのことだと思うんですけど、まあなかなかちょっと普及しなかった。 たのかなと思うんですけど、まあ、そこに出てきたのが s9 ですよ。これね。もうレンズキット。でも富士フイルムの x106 より。 安くなるんじゃないですかね。しかも 26mm のパンケーキレンズまでついてきますし、これまでの動画でも取り上げているように、今富士フィルムのカメラってなかなか買えないし、値段も上がってきてるんですよ。富士フィルム難民も多いでしょうね。欲しいんだけど買えないっていう。そんなところにさっそうと現れたのが S9 ですよ。富士フィルムはやっぱりそのボディもかっこいいし、あのコンパクトで、あの軽量で非常にいいなと思うんですけど、 APS-C なんですよね。やっぱセンサーサイズって、まあ、大事じゃないですか。で、その、やっぱ APS-C でなかなか買えない、そして値段も上がってきた、え、富士フィルム。え、一方で、フルサイズ、かつ、その、X106 より、安いし、かっこいいしってなったら、S9 でいいんじゃないですかね。いや、これはね、とりあえず実物をお触りしてみたいなというふうに思いましたよ。まあ、買うかどうかっていうのはね、僕、最近、まあ、ちょっと高いカメラ買っちゃったんでね。 あの買うかどうかというのはちょっと、しかもマウントもね、L、L マウントになっちゃうんで、新しくレンズ買い直さなきゃいけないっていう感じになっちゃいますから、まあ買うかどうかというのは分かりませんけど、まあとりあえず実物を見てね、検討を加速させたいなと思いますね。発売日は6月20日になっていまして、5月29日の10時から予約受付を開始するということなので、まあ気になっている方はね、もう即予約した方がいいんじゃないかなと思いますし、まあさすがにね、ルミックスはね、 富士フ,フィルムみたいなことにはならないとは思うんですけどね。ただ今回結構注目されてる S9 なので、まあ、気になってる方はとりあえず予約しておいてもいいのかなっていう気はします。今日ちょっと触れてきましたけど、やっぱり欠点もあるカメラではあると思うんですよね。だから写真撮るんだったらやっぱファインダー欲しいし、動画撮るんだったらもうちょっと連続撮影時間長くしてほしいみたいな。だから中途半端って感じるところもあるかもしれないんですが、やっぱそこはね、その手ブレ補正付きの小型軽量、 えそういうボディを作ってくれたっていうことで、まあ差別化。だからその、さっき言ったように、えー、動画撮りたい人とか、まあ写真も両方撮りたい、ハイブリッドなものが欲しいっていう人は、S5 マーク2買ったらいいわけですし、だから振り切ってるなっていうのと、まあなんか分かりやすくなりましたよね。選択肢増えたっていうのは本当にいいことだと思いますし、あのー、やっぱカメラ業界、まあこの L マウント、えー、この S シリーズもですね、盛り上がったらいいなと思いますよ。ということで、今回は以上です。最後に、かわいいポコちゃんをご覧ください。 <お>っ <laughs> 楽しいね <laughs>